皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、11月30日、秋篠宮文人様への、お誕生日おめでとうございますという、メッセージです。正直に言いますね。記事、ちょっと、無料で閲覧できる記事ですし、ちょっとプライムオンラインさんなんですけど。11月30日の記事なんですけど、今日ですよね、誕生日。たまに思うんですよ。前日が誕生日で、次の日に記事上がってきてるんじゃないかなって。あと、この、もう映像見せないと説明できないから映像見せますけども、皆さん薄着なんですよ。これ、写真いつ撮られてますっていう。これね、どう考えてもだいぶ薄着ですから、特にかこさん。とりあえずね、最近、ホームページ、淡井圭介の履歴で、皇室へのメッセージのところでね、セントセイヤに関することをアクセスできるようにしてます。そういう行を作って、そこをタッチもしくはクリックしてもらったら、セントセイヤの元々の設定とか、それ聞いてもらったら、ちゃんと法律をもとに作ってるんですけども、絶対笑い話になるっていう、本当の話を聞いたら。その話、一応知ってるはずなんですよ。加工様も、眞子様も、文人様も昔聞いたことあるかもしれません。で、一応、いろんな意味込めて、そういう動画を上げてるんですよ。すごい古い話なんですけども、ハーデスの冥王編とか、そういう風なところの話で、冥王星になって重症になって。いや、エネルギーの残存量問題、次々、ロケット飛ばして、月行ったら次火星行くとか言い出す人たちがいて、本当に行ってしまったわけじゃないですか。次、水星なんか言い始めたらって、もうガンダムの世界でちょっと前に放送されたのが、水星の魔女ってさ、血統を防止する、血統防止法かなんかそういう法律ができたじゃないですか。で、第一次世界大戦も第二次世界大戦も本当はしてなかった方じゃないですか。やられた。私は昔聞いてた。第一次世界大戦くらいの頃に、確かオリンピックは一回解体されてますから、1800年代のある程度の時期にオリンピックがヨーロッパの国14カ国で集まって、で、開催されて4回か5回ぐらい開催した後に第一次世界大戦が発生したことにして、オリンピックを解体したって。だから、掘削とか地震が発生したりだとか、最初の頃は、それぐらいの頃はどうでしょうね。その頃はもう地震の方ですかね。とにもかくにも、生き埋めになってる人たちが、例えば、西暦2000年ぐらいからで考えると、昔から日本でも、平安時代の頃から通算の死者数で考えると、もうそれはもうとんでもない数に、なるかと思います。だからその辺のところで、オリンピック解体したのに、なぜか日本は国際連盟から途中で脱退して、アメリカも国際連盟に加入してなかったらしいじゃないですか。で、その後国際連合に加入してきたみたいなんですけども、日本とアメリカが日米で、国際連合憲章、労働憲章の方を見ると、出来上がったの1945年で、ああ、これ絶対労働問題の方やって、ちゃんと賃金、奪われて。法律とか国際条約作っても全然解決してないですから、僕のケースなんて。もう僕の件なんて今まで厚生年金トータルでかけさせてもらったの、結局20何万円っていう。このどうしようもない状況。それと、文人様へのお誕生日おめでとうございますでもありますし、秋篠宮家一
一同の皆さんへということで、まあ、ご出演のメッセージのところで、その、セイントセイヤの面白い話、それ見てて、笑わない人、まずいないと思いますよ。特に、セイントセイヤを一度見た人とか、ある程度の状況で、過去様も、もう、過去ちゃんで言いますね。過去ちゃんもそれ知ってるはずだから、その話知ってるとか、まあね、90番の皇室へのメッセージのところで、こういうふうに、セイントセイヤの設定に関する話、過去コラボレーションで顧客の獲得とはこういうことですって、まあ、ここでだんだん天気を晴れに持っていっているという、今日ね、ちょっと曇り空なんですけど、ちょっと今日もその方向でちょっと面白い話。気が晴れるの方で、ちょっと平和的に、まあ、晴れに持っていこうかなと思って、まあ、笑い話を込みで、まあ、記事もその方向で進んでますし、まあ、以前と同じ話の内容の記事ですけども、まあ、真面目そうな文章で、記載されてますけども、誕生日に先立ち行われた記者会見で、秋篠宮さまは本当についこの間までチャイルドシードに乗って、シートに乗っていた子供がもう青年なのか、シートのところシードって言ってしまったらしいけども、ガンダムとか河川水門開閉式だもんっていうこと、いや機体がフリーダム自由にダムを作らせてくれっていう、じゃあ僕を勝手に言葉を間違えるんですよ、シートのところシードって、シートって本当にちゃんと書いてますから、コンピューターが言わそうとしてるのか何なのか、みんなの思いなのか、よくわからないですけども、まあ、文章に戻ります。もう成人なのかと思うと実に時の流れが早いということを実感いたしますと述べ、今年9月に成年を迎えた悠仁さまについて、小学6年生の頃の学校での引き取り訓練のエピソードを紹介されました。秋篠宮さまは、残念ながら私は空間認識が非常に悪いんです、いつもエレベーターを降りてもうだいたい逆の方に行くようなことが多くてと明かし、どちらの方向に進めばよいか分からず、帰り道は長男に手を引かれて彼が行くままに従って行ったということがありました。その時に随分成長したんだなということを感じましたと、笑顔で成長ぶりを振り返られましたと、まあ、こういうお話が、あるんですけども、わかります、僕も、もともと生まれが神戸市兵庫区東山町4丁目16の18東山高校60412階建てのマンションだったんですけど、エレベーター乗ってる時にたまに6階同じ階にね乗ってる人が乗った時にどちらかが教えるだろうなっていうのがお互いにあって、で他にももうちょっと上の方の階の人が乗っていて、2人とも6階を済ませて、そのまま二人とも、ああ、しまったって、もう7回。あれ ?6 階で、あれ止まらんかったぞって。わかります、わかります。そのまま。まあ、天国はまあ、昔ね、昇天とか、こう、天を表して、高くこう、登っていくようなイメージがあるじゃないですか。さ、エレベーターが乗って。ある意味、昇天、ゴーゴーエブ。昔僕は20歳ぐらいの頃、スピードっていう12歳ぐらいの女性グループがもう一面ももはや国会議員になってまして、今どうなってるのか知らないですけど、曲ゴーゴーへどこまでも行こうってどんなエレベーターに乗ってん最近のエレベーター50階建て、特に50階建ての以上のエレベーターでめちゃくちゃ早いじゃないですか、一回押しますとんでもないスピードそのもう会社とかでこう急いでいて、もう早いかなあかんっていう時にボタンを押すの忘れていたっていう一気に上の方行った時に、次、エレベーターいつ、この時間帯忙しいから、いつ捕まるか分からへんっていう。いつ乗れるか分からへんっていう時に。もうとりあえずその曲思い出す。笑っとってストレス感はするしかないんちゃうか。あとは、こう、その、
書類を持って行った時にそこで、ね、しっかり真面目な顔しておくこと。そんだけ慌てとったら絶対そうなるから。まあ、このお話、このエピソード自体は前から、随時掲載されているものですから、まあ、その辺のところは、一番最初はいつだったのかは僕もわかんないんですけど。一応、雲の動き見てみますね。ちょっとだけね、晴れてきてるのわかります。先ほどと比べて。ごめんなさい、手動かしたらわかりにくいんですかね。ちょっと静止画像で向こうの奥の方とか、これが気が晴れるという方法で僕もいやだから台風ミッドウェーの海戦までもうどうせフェイクでしょうから、だからということは台風が発生しているところはフェイクでみんなが怒ってるか戦争自体嘘だったかっていうことと、あとまあ掘削現場やっぱりインドネシアであれだけ大津波の地震とかもありますし、もっと昔から台風はたくさん発生しましたから、あこれは多分まあ僕は防災で、風取ったりとか、あらかじめ台風が発生しそうな地点だとか、ただそのトリガーとなってる引き金となってるところは多分その生き埋めになった人たちだとか、そのテレビの特にテレビのフェイクニュース、政府で一体化して、もう特に、ま、生き埋めになってなかったとしても、もうこんなに頑張ったのよ、もうみんなちゃんと覚えてくれないだとか、話聞いてくれないだとかで、もうこんなとこもうどっから手つけたいか分からへんわっていうような、それも実際宝塚三田病院のところで裁判所勤務していた人が、事務の方にね働きに来てくれて、でここもどっから手をつけたらいいか分からへんわってもう涙目になりながらもう怒鳴ってたことがあったんですよ。まあ、あんまり政府上層部はむちゃくちゃな内容をたらかしにしてるから、それはそれで台風につながってるような気もしますし、選手の生産されなくなる薬だとかね、まあその辺のことについてはしっかりした回答を佳子ちゃん現場行ったんだからちゃんと教えてくれなかったら、それ多分海外行ったりした時に台風が発生したりだとか分かんないですよ、そのニュース自体が嘘の可能性があるとりあえず僕はなりそうな地点からもう風取るっていう方向性で、風はちゃんと取れてるし、やっぱり僕の毎日毎日上げてる動画で快晴になったりだとか、もうこれはもう時期判断して、もうこれぐらい気温が低下してきたらもう晴れの方向で進みますよっていうことで、しっかりと晴れの方向も、夏場の神戸市ずーっと晴れて、東京よりもこっちの方が南にあるのに、まあね、ああ言えば上流っていうような話が昔オウム真理教でありましたけども、カコちゃんもそっちは標高高いからとか言ってるようなテレビ局に来てるんだけど、もうあれもうちゃんと撮影しておくべきだったっていうね、もうこっちからしたらどちらがオウム真理教だ本当にね、もういろんなことを総合して考えると、オウム真理教本当にサリン巻いたんですかって、もうだんだん何を信じていいのかわからないっていうテレビのニュースを見た時に、何の引っ掛け問題だったんだろうって、まあ結局今でも賃金の不払い、この間もテレビ朝日の件棄却されましたから、もうだから本当にまあ今回お誕生日おめでとうございますがメインなんですけども、まあ、SOS も一応発信しておきます。だけども、まあ、一応、昨日の晩か今日の朝から日付変わってから、だからコンピューターの自動だと思うんですけども、フミート様の声でね、今度は俺が行くから、今度は俺が行くからって言うんですけど、家の横通り過ぎたらもう次何が起きるか分かんないですから、もう普通に招待状を送ってもらって、ついでに新幹線のチケット入れといてもらったりだとか、まあ何かそういうふうな形で対応していただいた方が私はいいと思います。とりあえず私は今時間あります。もう面接行ってももうどこ行っても落とされるんですよ。仕事の絶対数少ないですし。で、
いろいろ話進めても、結局ね、返答の電話すらかかってこないんですよ。だからこの間、新しく、履歴書に貼り付ける証明写真とか、新しく、何百円も出して購入して、ああ、もう結局損した。もう書いて、郵送して、今度は郵便、郵送代。もう何してるか全然わかんないですよ。だからもう河川水門返し玉祭りの特許に関しては、もう今度は佳子ちゃんの声で、わかったっていう声が聞こえてきてるんですけども、もう前からずっと同じこと言ってるんですけども、もう当てがないんですよ。で、テレビ朝日とかの報道ステーションのメンバーに言ったら言ったで、言い返してこられる言葉が、その支払う料金は1割だっていう話と、で、それは、べっこうさんが淡井圭介に、払う我が天下と我が天下戦国父母の、もともとそれありき、あのゲームは、中国のメーカーに託したわけですから。で、そこでね、払っていただけなかったら、もうだいぶ、もうこの話もだいぶ だいぶまたほらもうあの辺雲なくなってるでしょ。セイントセイヤの話も、多分お腹押さえて転げ回ると思いますけども、特に元ネタ知ってる人、もう全部合わせたら、まあ、2、3時間ぐらいあると思うんですけども、見るだけの価値はありますよ。で、もともと、それで、スペインの同業者たちを黙らせたって。いろんな意味でですよ。他にもやんちゃな祭りがいっぱいあったんですよ。牛を怒らせて、街中走らせて、で、人間が吹き飛ばされていくって。牛がすごい数街中走ってるんですよ。で、それに向かってこう、トマト投げつけた。この人たち、本当アホやなって思う。あれ絶対死者出てると思いますよ。あんな重たい動物が全力疾走何度もしてきて、吹き飛ばされて、その後、いや、だから、風の谷のナウシカの今度はオウムの、ナウシカは弾き飛ばされて、こう地面に着地して、もう弾き飛ばされた瞬間、本当は全身も何十箇所も骨折してるはずなんですけど、あんな巨体で。その後、オウムがこう、なんかこう、光の、こう、なんかこうね、こう、言いたくないんですけど、触手みたいな、それあんまり言い始め、別の笑い始め、話の方に行くんですけど。この間ね、フェイトのソロモンがどうこうみたいなグランドオーバーっていうシリーズで、あのシリーズももう、僕関係の、始まりなんですよ。良くない業界のやつらも構成させなきゃならない話だとか、もうそいつら相手だったらどれだけ文句言ってもええわ。途中でふざけてる話とか混ざっていて、タコもレーザー出してもええっていう話。タコの足みたいなところに、こう、なんかこう、レンズみたいなのがついていて、そこからレンズを出してくるんですけど。あんなのと真面目に戦える。頭の中に見ていて、どうしよう、昔のそういう会話がよぎるんです。で、その元ネタは、グラディウスっていうゲームセンターから始まったシューティング、横スクロールのシューティングゲームで、まあ、グラディウスの方は大した作品でしたよ、当時から考えると。で、だけども、そのグラディウスを、作りながら、ファミコンへの移植でしたかね。ゲームセンターで作りながらなのか、ゲームセンター用のもの。その前に、パロディウスっていうのは、グラディウスが出た後にゲームセンターで発売されてるんですけども、その間が、その前に、もっとふざけ切った、グラディウスっていう戦闘機の機体のところがもうタコにしていて、昔僕は子供の頃にタコもレーザー出してもいいっていう、もともとこう何か真面目な話とかをベースにしなきゃならないっていう話があって、こうタコは炭を吐くから、もう炭で戦闘機、相手の戦闘機落とすんだ、さすがにそれは無理やから、だからまあ、レーザー出してもいい話とかで、最終的にも、もうフェイトのソロモンに関しては、どうせソロモンの話も嘘や。そのタコも、顔は見えないよ。
あ、足だけ出てくるって すごそうなキャラクターとか出てきて、その苦戦したりしてる時に、その人たちが鎮圧していったりとかするんですけど、真面目に見てられない。もうお腹が抱えて笑ってます。人間がタコに負けるわけないやろ。まあこういう話始めたら、ね、今度大きなタコの話とか出てきて、次ダイオウイカの話が出てきて、ダイオウイカもクジラと戦ってるっていう話、クジラにちょっと傷がついてる話とか、あれダイオウイカのせいにしてるけども、人間の船、大型船とか貨物船とかでクジラとぶつかって、本当はクジラが傷だらけになったんちゃうかっていう昔の動物愛護法とかで、結局シーシェパードとか現れましたけど、日本語と英語はシーってシェパード、朝から吠えてうるさい。本当にヨーロッパかアメリカか分かんないですよ。もうあれだけ平気でみんなが嘘言うようになったら、ヨーロッパなのかアメリカなのか分かんないですから、昔のシーシェパード、本当にあの黒い潜水艦で、本当そのうち海軍が乗り込んで飛び移って、人間が本当に気合い入っていた人たちが飛び移って、浮上してきた時に、ね、空気をもう一回補修せなあかん。環境のハッチのところだけ出してるんですが、そこにね、海軍が飛び移った時に、もう素手でもガン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 殴りながら、出てこいって言いながら、その海軍の人もテレビ見て、第一次世界大戦と第二次世界大戦がフェイクだったっていう話を先に教えといてあげなかったら、もうどんなもう裁判官とかにも、もうだって裁判官でもね、僕は教えてあげなかったら、裁判所のファックスも電波で強制的にアクセスしてきて、 AI とか勝手にブス、気を利かせたブス、僕はそこはね、1枚20円のコピー機でしたから、他に1枚5円でコピーできるところとか、6円でコピーできるところとかあるんです。ですので、1枚しかそこでは擦りたくなかったんですよ。なのに気を利かせて。1って教えたはず、1のはずなのに、3部にされて、でももう、神戸地裁のね、受付の、ちょっと誰か来てもらえますかって、もうルール法律、承認って一緒にいなかったかって。気を利かせて3部すらせて気を。そんなもんな、100枚軽く超える枚数になってくるのに、1枚200円なんかやられたらもうどうなるか分かるでしょ。さらにそれをかける3部ですよ。ね、もう万超えてくるわけですから。いや、もうだからその時僕が説明してるのは、もう僕はシャープエンジニアリングとかで働いてましたからと。工業高校でしたけども、C 言語とかアセンブラとかも習ってましたから、あれ1文字でも間違えたらコンピューターが誤作動するんですっていう。もうルール法律で見張ってなかった AI が勝手に起動して、勝手に人間の意図してる内容から外れて、勝手に3部。一部は自分持ち、一部は、裁判所、一部は相手方っていう形で勝手に気を利かせた3部。ちょ、やめて。1枚20円って絶対高いで、昔10円だったのに、誰20円にしたのって。倍掛けは無理やって。だから政府がもともと嘘を言って、まあ、世界中でね、だからもう国際連盟から脱退した時の話と第一次世界大戦の話だったら、日本だったら関東大震災があったわけじゃないですか。だからそれで国際連盟から脱退した方かもしれませんし、だからね、もうその辺のところしっかり確認しなきゃならないんですけども、もうどれぐらい天気が今の話で進んだか、もうほとんど晴れますよ。ね、もうまだ朝の10時になるかならないか、もうこれぐらいからもうしっかり頑張っといたらええ。
誰かね、皇室の方で、我が殿下とか我が殿下宣国布布されてる方いらっしゃいます。一応ね、戦国夫婦では、なる人の妻ですっていうプレイヤーを見かけたんですよ。雅子様かなと思ったんですけども、しいという声が裁判官の女性。まあ、それはともかくとして、ちょっとね、自分の方の、もともと我が天下の、長年プレイしてて、と言いつつ、ペナントレースの時とか抜けたりしてるから、もうどうしようもなくて、感触少々なんですけど、多分少々で普通にプレイしてる人たちの中で、多分僕は一番弱いと思います。で、iPad でしなかったら読み込み速度が遅いから、文字もまともに打てないし、着信が次々飛んでくると、次々、読み込みが遅くなって。武将に兵を配置して早く反撃とかしなきゃな。もうどうしようもなくなるんですよ。で、それで、iPad にデータを移すことはできませんかと、別校さんの方に。連絡したら、今度は Gmail の方に別個の運営があるとか、わかりますよ。法律をずっと見てたらわかると思うんですけども、行政の方が会社を差し押さえたりする法律があるわけじゃないですか。あんまりにも問題が多いとこ。国家間でだから、Gmail って Google さんなわけじゃないですか。だから何がどういうふうにややこしくなってるのか、もうみんなわけわかんないから、現場の最末端の、一般人からの、内容とかを受け止めてる人たちとかが、どうせ人材派遣会社の人たちとかに任せたりするでしょう。だからもうめちゃくちゃな文章が返ってくるんですよ。こちらが聞いてる内容一つ一つに関して、受け答えをしっかりできてるかっていうのは、全然できてないんですよ。びっくりするぐらい。一方的なことばっかり言ってくるんですよ。いや、これなんかもう説明したのに。だからこうこうこうで、こういうふうになってるから、だから、もうだから紐付けを解いて、一回、Android の方を、Facebook との紐付けを解いて、iPad の方で紐付けしようとしましたけども、パスワードの、パスワードがわからなくて。で、いつパスワードを変えたかもわからないですし、僕の家から一回盗まれてるんですよ、ノート。パソコンの、パスワードから何から何まで記載したもの、銀行の件も含めてですよ。で、だからどういうふうにサイバー攻撃をされているのか、人間なのか AI なのかもわからないですし。で、セカンドアカウントを作ったんですよ。まあまあ、何回もそのアカウントを作り直すために、新しく最初からやり直して、最初のチュートリアルを終わらせなきゃならないんですけども、そういうのも何回もしてるんですけども、すっとね、パスワード分かってる人はすぐに紐付けで最初の画面で切り替えれるんですけども、でもね、それも別校さんの方からデータを Android から打つ、いや、そのもう一つの方、iPad の方に移せるはずなんです。だけどもそれ全然進めてくれなくて。 で、まあ、とりあえずセカンドアカウントを使って最初からもう一回してみようかと思ってしてみたところ、我が天下の世界を覚えてらっしゃる人います？皇室の方で。最初、チュートリアルがあって、朝廷、外廷、町の廷って書いて、まあそういう読み方で、次、県庁、その次、県令なんですけど、今、県令でもう郡守に次、あと2ポイント取ったら上がってしまうっていう状態なんですけども、県令でね、もう、めちゃくちゃ強い人たちがいっぱい出てきて、伝説の武将が、臥龍孔明が、突破レベル5とかね、それ1体とかじゃなくて、伝説の武将を17体持ってる人とか、聖樹見たら1200いくらだとか、1000だとか、800いくらだとか、800いくらでも、この人どれだけ長年県令にいるんだろうって最初思ってたんですけども、多分コンピューターマジですね。なんか動き見ていても変ですし。そういう変な状況があって、とりあえずゲームに関して、我が天下に関しては、ID 番号が、両方のサーバーとも同じ ID 番号をトータルして、使用してるんですよ。で、今は740万台ぐらいで、
まあ、ダウンロードされてるんですけども、アカウントの切り替えとかだけで、一人のプレイヤーで、僕みたいに、僕ももう5回くらいダウンロードしてますから、5回以上。だから、実際にプレイされてる人たちとか少ないんですけども、そこは売り上げあります。一人のプレイヤーで、例えば、3年9ヶ月プレイしていましたけども、240万円ほど使いましたと、もう廃人みたいになって、だから元々の狙いとして、まあ、車買うぐらいだったら、まあ、ゲームしといてくださいっていう形と、貧困層の人でもとりあえず無料でも遊べるゲームっていう形でも作ってるんですよ。もう質に関して、クオリティに関しては、他のダウンロードゲームと比べたらもうダントツで我が天下とか戦国武武の方が上です。ただ戦国武武に関しては、グラフィックに問題がありすぎます。あと、女性と男性が。もう日本人だけなんじゃないですか、男性と女性を入れ替えて。あんなややこしいことじゃ話めちゃくちゃですから、それまで君の名はのせいにします。男性の立場と女性の立場を入れ替えて、ちょっと気遣いすぎてっていう、ある意味入れ替わってもないんですけども、まあもうフェイトっていう作品もセーバーの名前がアルトリア・ペンドラゴンっていうアーサーを男性や、ほんと。しかも、ペンドラゴンって何っていう。ペンでドラゴン書きましたとか。西洋の方のドラゴンは人型。中国とか日本の方のドラゴンはなんか蛇の延長線上の。とりあえず、手を生やして。ちょっとまあ、キリのいいところで、31分なので、これぐらいにしておきます。まあ、海人様、お誕生日おめでとうございます。あと、もう、だいぶ、もう、まだ開けなくてもいいですよね。まだ開けたら寒いですから、もう。まあまあ、この辺のところが、セイントセイヤの方でも、周り一面まで海星まで持って行ってますから。気が晴れる。まあいろんな方法はありますよ、本当に。新幹線のチケット買った瞬間、見える範囲の限りで、それまで曇りだったのに急に晴天になったりだとか。晴天大使、孫悟空。スポーツの勝ち負け。普通に頭の中の供給をしてるんじゃなくて、脳梗塞、頭の脳に輪っかつけられてるっていう。まあまあ、ちょっと話し始めるときりなくなりますんで、まあ、またセイントセイヤの方を見といてもらったら、もうお腹抱えて笑い始めますよ。ただし、名誉ハーデスのロストキャンパス編を見たときに、もう設定からしてこんなにきつい作品だったのかっていう、ちょっと何話か進んだ時に、戦争の話を真面目に見てしまった。少年兵が頑張ってる話にも見えてきますか。けど、その笑い話聞いておいた方がいい。ちょ、いろんな人たちが人生挫折してる人たちが多いですから、だからちょっともうやっぱりある程度は面白い話を混入させなかったら無理は無理ですから、だからまあ、やっぱり、冬場は晴れておいた方が、やっぱりエネルギーの残存の問題にも対処できてますし、昨日もね、僕暖房器具一切使わなかったんですよ。昨日、シャワー浴びてる時だけ、脱衣所でちょっとだけ5分ぐらい、まあ暖房器具使ったぐらいで、その前の日は、完全に暖房器具使わなかったんですよ。シャワーも。脱衣所。筋トレして。あとはいろんなこと思い出して、笑いっぱなしの状態であって言って。筋トレで体体温温まってるっていう部分もあるんですけども、あと、その日が晴れだったかもしれません。セイントセイヤのその動画を撮影していた日。まあね、まあそういう、なんか今入院とかいうようなコンピューターの声が聞こえてきたんですけども、まだまだ、暖房器具なしで。まあ本当の僕の暖房器具はこれなんですよ。布団なんですよ。
ちょっとそう簡単に急に誰か来られたって、ね、寝転んだりしてる時ってこう能力が、まあ、キープできてる状態の時と取られてる時あるじゃないですか。でそうなってきたら家の中で、まあ、鍵の定位置とかは決めていてもちょっと別の位置に置いたりする時あるじゃないですか。そういう時に誰かと思ったりしたあれあれなないないないなるんですって。でパソコンとかもリュックに入れないで、とりあえず誰が通ったかでちょっと外出てみようっていう形で出た時に、なんか二人組の女が歩いて行ってるなと、女性が歩いて行ってるなと、多分ストリートファイター6の動画を見た時の スポーツなんとかっていう、まあ豪気使い、まあ、ストリートファイターとか、まあその辺のところも昔僕もちょっとしたものだったので、新サムライスピリットに関しては神戸市の三宮で行われた大会で、まあ映画館、ちょっとした映画館よりも大きなスクリーンですよ。そこで行われた大会でね、優勝しています。で、まあ、まあまあ、水面下で SNK さんとかの話とか、いや、ただメーカーさんから聞いてたと思うんですけども、その、クロコっていうキャラクター、竜子の剣、とかのその覇王昇降拳とかすごい超必殺技を平気で普通に出してきたとかいろんな技を出してくる黒子っていうあんな威力のあるものであえて殺してしまった覇王昇降拳自分が王昇降だ開けなきゃならなくなりますまあその辺の話とかもね、セイントセイヤの話にだいぶ混ぜ込んでます。これがコラボです。まあ中国に SNK さんは買い取ってもらったんですよ。やっぱり日本人も飽きてきますから、格闘ゲームが流行ったら流行ったで、同じようなものをいろんなメーカーが出してくるわけじゃないですか。商業権利、あれが当たったとか、あれだったら売れるとかの話とかで勘違いで。で、もうプレイヤーは飽きてるから、もう売り上げにならなくて倒産して。だから SNK も確か倒産したか倒産する寸前だったと思うんですよ。でそれを中国の方に買い取ってもらって、その後サウジアラビアその株 33% 買い取ってもらって、33はまずいと思いますよ。サウジアラビアあんなに熱い国ってそれであれどうするんですか。49% は危ないと思いますよ。四苦八苦とかっていう。47都道府県で 47% にしといた方がよかったんじゃないですか。分かんないですよ、もう何が正解なのか。まあというわけで、ふみと様ご誕生日おめでとうございます。あとはまあ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 。僕の他の動画とか、そのストリートファイター6でね、なんとかモカっていうね、人の言語とか喋ってるのに僕は説明していて豪気それ僕の説明聞きながら動画回しながらそれ聞いたらもう絶対笑うと思いますちゃんと向こうは字幕つけてくれてるから、向こうの方の音声を遮断して僕の方が説明してますから、それみたいな。わかんないですよ。この辺にもともとあった岡場駅の北新ビルにあった喫茶店の、関係者の可能性が高いです。昔そういえばそういうようなこと言ってたなと。ワンピースの鷹の目のミホークも、もともとアリの中町2丁目あたりだったと思うんですけども、ホークっていう喫茶店があったんですよ。なぜホークなのか、こんなところ鷹にでもなって、鷹は目の視力が良いって言われてるじゃないですか。 5.0 とか 7.0 とか上空からでも獲物が見えるっていう形、そうじゃなかったらこんなところに喫茶店がみんな発見できないか。一部会の鷹の目のミホークも小さい船で現れてるでしょ。あれ喫茶店の規模を表してるんです。こんなもんの売り上げの単価とかで元取り返せると思いますっていう話で
その横に、2階建てのね、あのアパートなんですけど、名前が、ホークビルって書いてあるんです。とりあえず、その、看板というか建物に書いてあるから、それ見たらその隣が、ホークっていう喫茶店っていうことはわかるっていう話。結局、北新ビルのね、その、喫茶店は、倒産したんですよ。で、岡場駅の裏手の三井住友銀行の跡地に、今度スターバックスを作るとかわけのわかんない話があって、まあそれは国会議員の人たちにもうこれ早急にやめさせてくださいっていうようなことを動画で公開してるんですけども、そこだけだったら本当にやりかねんから、ちょっと皇室の人たちの方からもちょっと止めさせてもらいます。昔もその話だったんですよ。で、その土地が空いたら作らなきゃならないっていうその建築業界の横暴ぶり。次それすらもう君たちの、退職金とか全部なくなるからねってボーナスもそういうところがもう解雇だからねっていう話をしっかりと理解させておかなかったらもうキリないですよ本当に。で、もともとイオンモールのところに2階に喫茶関係の店が出来上がったんですよ。もう人口減りっぱなしなのに49年前から生まれてきてる人の数が減っているのに、でもそれなのにそんなもの家の件数変わってんのに変わるわけないやろって言って逆に人が減っていってるわっていう。はあ、まあカプコンさんはねそのモカっていう人を助けてあげた方かもしれませんけども、確かにゲーマーとしての実力ありますよ。世界ランク2位の人とかに勝ったりしてますから、その時僕は遊んでない日でそこも影響出てる。連続技、まあいろんな動画さ、まあ僕の方からアクセスできるようにしておきますけども、連続技はもうものすごい、しっかりつながったりとか、どっからどこまでしていいんだろうっていうストリートファイター6。僕の方からいろいろツッコミ入れてるキャラクター、もともとバレリーナとか元になってるのか何なのか、まあサングラスかけてる方のキャラクターなんですけど、構えがこんな変な中国憲法に見せかけてなんかこうついてくるみたいな、ツッコミ入れてるのかこうついてきてるのか何なのか、そのくせ性能が高かったりだとか。もともとその話もね、元ネタとかあるんですけど、もともとそういうふうに言っていて、まあそういうふうに出来上がってるんですけども、もうね、肝心要の僕へのお金の支払いしないで、もう みんな一体何してんのっていう話で、河川水門返し来てます。全員で止めてどうすんねん。そこもロマンシングサガに関しては、RS っていうインターネット系ゲームに関して、まあそこはしっかりしたものを作っています。で、まあそこはそれなりに売り上げあると思いますよ。だからまあその辺のところとか、まあ任天堂さんも、まあゲームメーカーで頭上がるところはまず一つもないはずですよ。本当に世界中にマーケット広げてきたのが、まあ僕中心でしたから。あと音楽業界と。だから音楽業界も僕に頭上がらない方ですね。だからまあアニメ業界とかもそうですし、風の谷の直し方、宮崎駿さんの作品だったと、風の谷の直し方と天空の城ラピュタがやっぱり一番良い作品だなっていうのが、僕の中の感想で。で、後から売り上げついてき、積算されてきてるんですよ。海外へ、放送とかを始めて。あと、リメイクバージョンとか。だから、その当時、昔は、あんまり売り上げなかったっていう話。一般人の人たちが、青江さんボケどうとか、本当は売り上げ100億超えどうとか。ちょっか。最初の方の売り上げ見たらびっくりするから。映画館作ってしまったもん。みんな倒産と戦ってるって、倒れて生まれるもんなんか本当はないか。誰がこんな無茶苦茶な言葉作ったのって。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。まあ、誕生日、楽しく過ごせていただけたらなと思うんですけど、写真に関しても以前、使ってた写真だなっていうことは気づいています。だから、まあ、文章から丸ごと。で、まあ、ごめんなさい、ね、ちょっと髪の毛後ろ、自分でもこう、たまにこう、気づいて、髪の毛が跳ねてるっていう。
ということで、無理なく普通に助けていただけるなら助けてください。家の横通り過ぎたりとか、あの方法もやめましょう。あれは良くない、本当に。で、もともとそこから本当にあの方法とかで、エロ業界とかたくさん派生してますから、もうそれはやめてください、本当に。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。招待状プラスっていうところですね、新幹線のチケット。いやね、もう、本当、ビッグオーさんの件でも、もう、多分他の人も、iPad が故障したりとかして、で、パスワードが分からなくなったりとかで、何十万もつぎ込んでる人はかなりいると思います。長年プレイしてる人で、例えば5年以上とか、もう絶対そうなると思いますよ。で、それで、アカウント、その自分のデータが復帰できなかったってなったら、もうどれだけ腹立つかって、他のゲームダウンロードしたで、映像とかウーからして大したことないから、こんなものしとれるかってなるんですよ、ゲーマーとしても。まずは戦闘聖夜の笑い話とか見てもらって、名誉派ですの、そのロストキャンバスも、その YouTube の無料動画で、ね、見れますから、移動中とか、もしよかったら、最初の方の話とか、あと曲がね、だいぶ、その悲しそうな曲とか、そのかわいそうな感じの曲調とメロディーと歌詞、なんですよ。いろんなことを考えさせられるんですけど、第一次世界大戦も第一次世界大戦も嘘やった。あと、東条英機さんの、死んだ不倫の方。あれ見て笑わないと。1945年に、国際連合労働憲章をやって、あっちの国でもそっちの国でも違法行為、奴隷制度、ああ奴隷制度ってこういうことやった。ああ、いまだに僕の賃金しっかりと助けてくれる人いません。以上です。とにかくもう集団で動いてもらわなかったら無理ですよ、こんな状態。本当にお金として持たせてもらわなかったら無理です、本当に。で、何か仕事をプラスアルファでつけてもらわなかったら、国民年金基金としてお金かけれないんですよ。あれって、国民年金基金は仕事してる人じゃないとかけれないってことを文書で書かれてるんですよ。だからもう、どうしようもないですね。以上です、皆さん。助けてください。以上です。助けてくださいの話にしておきます。もうなんかそれ言っただけで、こっち側に心が締め付けられるよ。もう浄化しておく。以上です。